ミニコット。宇月監察官。どうしたのです？話なら後にしてもらえませんか？アスラ27式を使うとはどういうことだ？あれはあくまで実験用として、第一まだ不安定な状態なのだろう。暴走すれば制御ができなくなるぞ。だから何です？戦闘で予定通りの性能は出せる。それで十分でしょう。バカな。現状では敵味方の区別をつけることができないのだぞ。無差別に破壊活動を行う兵器を使用するつもりか？どのみちネピリムの歌声が使用されれば全ては解決します。ゾハルの目覚めによってね。レメゲトン翻訳の過程で生まれたネピリムの歌声を使うというのか？考え直せ。今ならまだ27式も歌声も止められる。ゾハルを稼働させるには他に方法がないんです。すでに降下部隊が市街地まで来ているんですよ。ここであのシステムを使わなければ今までの苦労が水の泡になる。あなただってそのために連邦を裏切ったのでしょ？違う。私は。何が違うのです？あなたは娘を救うために自分の妻さえ差し出したのだ。今さら何をためらうこともあるのです？貴様に何がわかる？あれは仕方がなかったのだ。そう、仕方がないんですよ。僕らの理想の実現のためにはね。このミルチアの犠牲は避けられないものだ。監察官。あ、ウィニコット博士もご一緒でしたか？なんだ？マーグリス司令から不審者の尋問に立ち会われるようにと。尋問に？僕もか？はい。詳細は知らされておりませんので、直接司令にお聞きください。どういうことだ？アニマの器を奪取した連中の仲間だと聞いています。ただの賊ではないということでしょう。